皆さんこんにちは。2022年に放送されたドラマボーイフレンド降臨にも出演した A グループのメンバーである末澤誠也さん。 A グループとはジャニーズ事務所所属の関西ジャニーズジュニア内の6人組男性アイドルグループのことです。2019年2月18日にジャニーズウェブおよびジャニーズネットにて結成が発表されました。読みは A グループです。ジャニー北川さんが君たちは A グループという思いを込めて命名しました。同年3月の関西ジャニーズジュニア公演スプリングスペシャルショー2019でファンにお披露目されました。リーダーは小島健さんで、本人は副リーダーを希望していたものの多数決で決定したとのことです。そんな A グループに所属する末澤誠也さんにはこれまで噂になった女性が5人います。まずは末澤誠也さんの歴代の彼女5人をご紹介します。1人目はゆいさんです。ゆいさんと末澤誠也さんは2014年頃にデート画像などが流出し熱愛疑惑が浮上しました。ゆいさんが写っている画像を見るととっても美人な方であることがわかります。ゆいさんは一般人女性だという噂が流れていましたが、雑誌ビビの読者モデルをしていたという噂もあるようです。末澤誠也さんとゆいさんの馴れ初めは残念ながらよくわかっていません。一部ではゆいさんはもともと玉森裕太さんの大ファンで、追っかけをしているうちに末澤誠也さんと親しくなったのではないかと言われているようです。真相は定かではありません。末澤誠也さんとゆいさんは2016年頃に SNS 上でデート画像が流出していたといいます。まず浴衣デートの画像です。画像には誠也、ゆいと書かれてはいるものの顔が見えないので本人かどうか確認できません。続いてディズニーデートの画像です。ゆいさんと思われる女性の顔は判明していますが、末澤誠也さんの顔はサングラスで隠れていて正直わかりません。そして誕生日ケーキの画像です。この画像はおそらく1年10ヶ月の交際をお祝いする末澤誠也さんとゆいさんのケーキ画像と言われています。末澤誠也さんとゆいさんの顔が写っていないので何ともコメントのしようがありません。末澤誠也さんとゆいさんはデート画像の流出により交際していた可能性が高いという声が多いようです。しかし流出したデート画像を見る限り判断がつかないものも多く存在しているようです。末澤誠也さんとゆいさんが交際していたかどうか真相は分かっていません。2人目は秋元才加さんです。秋元才加さんと末澤誠也さんは2020年ドラマできる彼女できない彼氏で恋人同士として共演しています。ドラマ内で親密そうに見えたことから熱愛疑惑が浮上した末澤誠也さんと秋元才加さん。しかしその後デートの目撃情報などの証拠は出ていないため仲の良い共演者だっただけなのではないかと言われています。その後秋元才加さんは2020年6月にラッパーのパンピーさんと結婚しています。3人目は佐野日向子さんです。佐野日向子さんと末澤誠也さんは2021年ドラマ知ってるワイフのスピンオフ知ってる篠原で共演しています。同じ年生まれで親近感があるのではないかと熱愛疑惑が浮上した佐野日向子さんと末澤誠也さん。しかし同じ年生まれというだけでは断定できません。佐野日向子さんと末澤誠也さんは仲の良い共演者というだけの間柄なのではないかとの声が多いようです。4人目は安藤ニコさんです。安藤ニコさんと末澤誠也さんは2021年ドラマ知ってる篠原で共演しています。同じ大阪府出身ということから親近感が芽生えるのではないかと言われていた安藤ニコさんと末澤誠也さん。しかし同じ出身というだけでは信憑性に乏しいと言わざるを得ません。安藤ニコさんと末澤誠也さんは仲の良い共演者というだけの間柄なのではないかとの声が多いようです。5人目は草間リチャード啓太さんです。草間リチャード啓太さんと末澤誠也さんは同性同士同じグループ同士ながら親もファンも公認の仲なのだそうです。草間リチャード啓太さんと末澤誠也さんのラブラブエピソードを簡単にご紹介します。一緒にカフェに行く週4回、
一緒にイチゴ狩りに行った、一緒にホテルで寝た、ツアー中、末澤誠也さんの家族での食事会に草間リチャード啓太さんが参加したなどが挙げられます。末澤誠也さんと草間リチャード啓太さんはとっても仲良しであることがわかります。とっても仲良しな草間リチャード啓太さんと末澤誠也さんはリチャスエの愛称でファンから親しまれているようです。彼女というわけではなく、彼女以上にとても仲良しだということで有名なのでした。2023年現在、末澤誠也さんに彼女はいるのでしょうか。結論から申し上げますと、2023年現在、末澤誠也さんに彼女がいるとの報道はされていません。2023年現在、末澤誠也さんに最も近い存在なのは草間リチャード啓太さんなのではないかと言われているようです。さて、ファンの間であることが噂として出回っています。グループに在籍している末澤誠也さんと正門義則さんが喧嘩をしていたというのです。末澤誠也さんと正門義則さんの喧嘩の理由は何なのでしょうか。実は末澤誠也さんと正門義則さんは不仲なのではないでしょうか。末澤誠也さんと正門義則さんの喧嘩の話題について詳しく調べてみました。情報として出ているのは、末澤誠也さんと正門義則さんの喧嘩は2021年に入ってから起きたようです。これは2021年6月発売の記事に載っている情報なので確かなものです。末澤誠也さんと正門義則さんがなぜ喧嘩をしたのかというと、末澤誠也さんと正門義則さんの A グループへの思いの違いから生じたことのようです。末澤誠也さんも正門義則さんもグループのことを懸命に考えています。末澤誠也さんが思う理想の A グループの姿、そして正門義則さんの思う理想の姿がそれぞれあり、それは至極当然で、むしろとても大切な姿勢であると言ってよいでしょう。しかし、その理想の姿が違ったり道筋が異なったりすれば、グループへの熱い思いがゆえに喧嘩をしてしまうということに発展したのだと思われます。末澤誠也さんは末澤誠也さんの考えを、正門義則さんは正門義則さんの考えを出し尽くして、結果喧嘩へと発展したのだと思われます。お互いが何を考えているのか言わなければ理解できません。さらに言えば、半端な言い方でも伝わるものではありません。そうなると、本気で伝えようとすれば激しい衝突、喧嘩となると考えられます。この末澤誠也さんと正門義則さんの喧嘩は、グループがこの先どうしていくべきなのかを決めるにはどうしても必要なものだったと見て間違いないと思います。この喧嘩は避けて通れない道だったのです。というわけで、末澤誠也さんと正門義則さんの喧嘩はお互いを理解し、 A グループにとってどうしても必要なものだったことが分かりました。それでは、末澤誠也さんと正門義則さんの喧嘩の後どういう展開になっていったのでしょうか。結論から言うと、末澤誠也さんと正門義則さんの関係は良好のようです。喧嘩をしたとなると不仲、険悪のイメージとなりますが、喧嘩の理由がお互いの理解という点が根元だったので、お互いが伝えたいことを伝えきればそれで喧嘩が終わり、後腐れなどなくなります。末澤誠也さん、正門義則さんはお互いをしっかり理解し合えたことでしょう。メタ的認知からすれば、もし末澤誠也さんと正門義則さんが不仲のままなら、そもそも喧嘩をしたという事実を表に出しません。不穏な話を出せば険悪な関係を嗅ぎつけられ、ファンが興ざめしてしまうでしょう。不利益につながるようなことは戦略的に避けるということを考えれば、喧嘩の事実を公表している時点で末澤誠也さんと正門義則さんの間の問題は解決済みだということがわかります。末澤誠也さんは A グループの中でもいじられキャラであり、金持ちキャラでもあります。末澤誠也さんは実家が金持ちと言われていますが、その末澤誠也さんの金持ち説の大元は、末澤誠也さんの父親の職業も関わっているのではないでしょうか。末澤誠也さんの父親の職業ですが、服飾関係の仕事をされているとの情報がありました。もしかすると、末澤誠也さんの父親の職業はデザイナーや大手アパレルメーカーの社長なども考えられます。末澤誠也さんはお金持ちと言われていて、
末澤誠也さんの実家にはエレベーターや螺旋階段があると言われています。しかし末澤誠也さんの父親の職業の詳細を調べても出てきませんでした。なので末澤誠也さんの父親の職業は超高収入だとは思いますが、表立っての高収入な職業ではないというのも推測されます。もしかすると末澤誠也さんの父親の職業は古くからの地主ややり手の実業家などかとも予想してしまいました。いかがだったでしょうか。今回は末澤誠也さんのことについて深掘りしてきました。このグループ内での喧嘩については他の件でも耳にしたことがあります。その件でも元より2人が仲良しだと思っていたから大喧嘩していたなんて知らなかったという声が上がっていました。この2人の場合、喧嘩は相手に対する憎しみではなく、お互いが強い信念を持つからこそ正しさを伝えたいという感情が生み出すものもあります。末澤誠也さんと正門義則さんの喧嘩はまさにそれだったのでしょう。大きな喧嘩をして末澤誠也さんと正門義則さんの関係の地盤は盤石となったはずです。グループがより安定したと思われます。メジャーデビューに向け今後もより関係を強めてほしいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をお願いします。